森山城は下佐国香取郡にあった日本の城。利根川当線工事などで内陸部に位置する形になっているが、もともとは香取海か、それにつながる川沼沿いの大地上にあった城であると考えられている。鎌倉時代初期に千葉常種の子である東種来が築城し、代々東氏が居住していたとされているが、中世紀の動向は不明な点が多い。 戦国時代には、千葉正種の子で、宇なが氏を継いだ、種富が森山城に入って、居城とした。ところが、1557年になって種富が、末程の親種を廃して、宗家当主を奪って、本佐宗城に移ったため、相原種継が任じられて、相原氏が上司を継いだが、その後は、千葉氏の重心である、原親美希が上主に任じられて、今度は、 原氏が上司を継ぐことになった。相原原良,良氏が上司を務めていたが、このまも千葉種富の主導で城の整備が進められている。これは、か取海上軍の境目にある森山城がどうか総支配、及び、日立国との水運の用地であることを上司であった。種富が強く認識していたからと考えられている。千葉氏がご法上氏の参加に入ると、 事実上の御宝城氏の市場となり、里見氏の北上に対応する拠点ともなった。1590年の小田原の役後、森山城は廃城になったと見られているが、徳川家康の家臣、青山成重が森山に入って、後に下宇佐飯田藩が成立していることから、その廃城に関しては、不明な部分も残されている。現存の城跡は、天期に整備されたものとられ、 西から東に向かって3つの車によって構成された、東西620メートル、南北430メートルの規模と推定され、さらに出城とみられる、塚山城を森山城の一部とみなすと、東西1500メートル、南北500メートル規模になる。主角部では、空堀、土塁などが、比較的良好な形で残されているという、ありがとうございます。